岩手日報は、株式会社岩手日報社発行の日刊新聞である。本校では、岩手日報の発行母体である岩手日報社についても併記する。現在の発行部数は、約17万部。岩手県内シェア1位の新聞紙である。県庁所在地、森岡市に本社を置き、岩手県を中心に、八戸市や気仙沼市周辺も、範囲とし、取材。 配布の対象としている。岩手県では事実上の県市であり、全国市をはじめとした他市を圧倒し、多くの家庭、職場で購読されている。以前は朝、夕刊セットであったが、現在は長官のみ発行している。県内で加盟する記者クラブは、 岩手県政記者クラブ、岩手県警記者クラブ、岩手県教育記者クラブ、岩手県経済記者クラブ、森岡市政記者クラブほか、森岡市に本社を置く放送局とはそれぞれ結びつきがあるが、特に IBC 岩手放送は、同社創立時から強力なパートナーシップを築いている。岩手市局、花巻市局、北上市局、欧州市局、大船渡市局、 陸前高田市局、釜石市局、東野市局、宮古市局、久慈市局、二子市局、八幡大市局岩手県内を主要販売エリアとする。他東京都中央区など、宮城県気仙沼市、秋田県和野市、青森県青森市、八戸市の一部では直接配達を行う。トップニュースを紹介する一面、国内外、県内主要記事、社説欄。 論説を掲載する、総合、国際、経済、株式、オピニオン、スポーツ、暮らし、文化、社会、番組の各面がある。県内ニュースについては、整形関連の重要なものは、総合に掲載し、それ以外の、催し、町の出来事等については、地域面に掲載。2019年現在は、森岡、県北、県南、沿岸に分けている。 主要なコーナーとしては一面コラム、フード系、いわゆる社説の、論説、話題の中心人物のコメントを紹介する、アンテナ、自治体のイベントを紹介する、街から、村から、などがある。市町村議会については、議事の用紙が掲載される。大事は、岩手日報の縦書きで、旧来から変わっていない。なお、震災以降、一歩一歩もにのフレーズが一面下部に、 掲載されている。2010年5月11日付の長官一面に、6月30日付をもって、有刊を休刊し、翌7月1日より長官のみの発行とさせて、いただきます旨の社国記事を掲載、有刊紙面の大部分を長官に吸収合併させ、長官のページ数を現行より増やすとした。理由を、景気低迷による新聞広告収入源で、 発行部数が落ち込み、配送、販売、配達コスト削減の必要に迫られたこと。インターネット及び携帯電話の普及や、県民の情報生活の変化としている。社国通り、6月30日付を最後に、夕刊は休刊となり、7月1日より、朝刊の店頭売価は110円から130円に改定された。夕刊に掲載されていた、芸能記事。 文化関連記事、投稿コーナー、映画館情報などはすべて長官に移行している。岩手県内各局のテレビ番組表は、最終面に番組面として掲載。一番左端から、IBC テレビテレビ岩手、岩手面恋テレビ、岩手朝日テレビ NHK 森岡総合、E テレの順で、フルサイズ掲載。県内民放で、 最も関係の深い IBC 岩手放送を先頭とするため NHK は右に寄せられている。NHKBS1BS プレミアムの番組表はその右側にハーフサイズで掲載される。下段には BS デジタルが掲載される BS1112。2014年4月から番組表に色付け広告が導入されている。 番組面紙面中ほどにあり、下記の番組表と、県内民放の番組解説を掲載している。過去表紙は、話題のテレビ番組から、出演タレントをピックアップし紹介。また、同ガイドには注目の番組紹介のほか、県内の祭事、映画、ファッション、グルメ、旅行、美容、住まい、健康、占いなど多彩な話題や地域に密着した暮らしの、 最新情報も掲載。2010年9月24日創刊。ノットグローバルバットパーソナルをコンセプトとした個人向け記念号外発行サービス。2010年7月11日サービス提供開始。有料で A3 ン両面フルカラー紙面と紙面データをユーザーに発行する。個人のお祝いごとである結婚、出産、誕生日75、753。 歓歴などをニュースとし、表面を、おめでとう号外、理面を、その記念日の岩手日報本紙一面で構成。お祝いごとの喜びを高め、また数年後に振り返った時にその日の出来事とともに、自分自身のニュースを振り返ることができる。結婚式でのサプライズや知人への贈り物などに、利用される場合もある。結婚版では、結婚式当日の岩手日報本紙に、 今日の新郎新婦として、新郎新婦の名前が掲載される。料金は結婚版が2万1000円から。出産版、誕生日版などは3340円から。本サービスは、カンヌライオンズ2011メディア部門において、金賞を受賞した、当該祭事への出品にあたっては、白報堂、DY メディアパートナーズが、広告制作を受け持っている。 岩手日報という名前の新聞は1897年にまで遡るが昭和初期それまで新聞社を支配していた金融機関が破綻したことで主として編集サイドから新聞人による新聞を望む声が上がり社内対立から解雇された彼らが1938年に新たに起こした会社が今日につながる岩手日報社となったこのため 1937年以前の岩手日報社は、資本上は、今の会社とは、つながりがない。同社では1945年10月から1947年1月に、かけて、当時森岡市に駐留していた米軍を、主な読者とした、英樹氏、新岩手日報を発行していた。数日おきの不定期間で、通貫は93号、発行形態は、 タブロイド版4ページ。中流米軍の部隊の中に、米国の新聞社主の息子が注意として赴任していたことから、その注意を中心に編集を行っていたという。同社では、英字氏の発行を行うことで、当時配給制だった新聞用紙の割り当てで優位に立つことを狙ったものとされる。現在は、同社本社に製本されたものが一部、国立国会図書館に、 マイクロフィルムが保存されている。また2015年1月には、元同社記者の遺品の中から、相関号50号までが見つかったと報じられた。怪受賞者、ありがとうございます。